はい、ホイチャンネルです。今日は10月11日の、およそ17時になろうというところです。今日ですね、ガーラ仮ナンバーをつけまして街に繰り出しております。まあ、以前の動画でもありましたけれども、タイヤ交換ですね、一度失敗しているので、今日はそのタイヤ交換ちゃんと予約を入れて、今時間を待っているところです。さっきですね、ディーラー出るときにこの燃料ですね、まあちょっと画像を出しますけれども、最後の一目盛りもついてない状態で行っておいでと言われヒヤヒヤしながら給油してきたところです。お昼はね28度ぐらいあったんですけれども、現在ねとても寒いですね。半ズボン履いて半袖で出てきてしまったので、とても寒かったです。それではね、時間になりましたら出発したいと思います。おう、そういえばタイヤ変える言っとったん、どうしたん？俺行けんだけどさ、10番だった。ほら、お、あ、なんかいいタイヤになっとる。うん、前は何全部バラッバラやったけど、そう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 、変えてきたんや、いよいよ、うん、これはブリヂストンの R225、うん、夏用タイヤ、ね、夏用タイヤ。こちらもちゃんと全部銘柄揃って、おう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 、ね、おう、ちゃんと外も内も一緒なもん履いてますね。おうおう、まあもうこれで冬タイヤはないからさ。ああ、冬は乗らんつもりで、うん、はいはい、まあもったいないっちゃね、うん、パネルも綺麗だし、うん、北陸の冬は動かさん方がいいわよ、うん、はい、時々ねエンジンかける程度にして冬は冬眠ということで寝かしておきましょう。あー、なるほどね。これは溝もまあまあ、うん、まだまだいけるね。で、ホイールはちょっとね磨いてもらったんだけども、はい、野ざらしで止められてたから汚くなった。汚いホイールやの。まあこれはまたそのうちホイール磨き選手権でも千枚け、うん、3人で誰が一番磨けるか、1本余るから教官でも読んで4人で選手権しましょうね。え、あ、これは何、ハブも一応塗ってきたんや。ハブはこれもともと黒だ。あ、もともと黒だった、うんうん、そう、この年代ぐらいから黒になってきた。おお、前の時汚いな。汚い。でもこれ上に砂乗ってるだけだからさ、うん、拭
ちょっとほら拭いただけで、まあそこそこには戻ると思う、うん、やっぱでも油っ気はあると思うから。あこういうのね、俺ピカールでしかやってないから分かんないんだよな。ピカールであらかた仕上げて細かいやつで。ピカールはあらかたなの？粗い粗い、粒子粗いの。あとはだからまあ一番有名どころでいくとブルーマジックとかさ。うちの会社では結構あのほら会社を背負う運転手さんが灯油に青棒っていう研磨剤あげんけど、青棒それを青い棒ねんちゃん緑色の、うん、そのまんまねんけど、うん、酸化アルミニウムかなんかの粉らしいけど、うん、それを棒にしてあげんけど、うん、それを灯油に溶かして、うん、そして液状にしてそれタオルに塗りつけて磨くと、うん、めちゃめちゃピカピカになる。で灯油に溶かしてあって液状やもんで伸びが良くて、うん、またやりやすいんちゃう、うん、ちょっとねそういうのもちょっとじゃあええその代わりちょっと砕いて溶かすのが大変やけど、うん、一度やってしまえばあとはいいって簡単だから、ね、そう他の自家用バスみんな仏壇買ってから綺麗だもん。仏壇、うん、俺のだけだよこんなくすんでたの。おお、うん、これはねオーナー、いかんせんやる気ないもんね。オーナー、まあまあまあ、そでもほれ、買って3ヶ月ぐらいね、うん、ログに見とらんからね、まあ、仕方ないじゃん。あとねさ、これね、なんかレアなものがついてるらしくてね。何？このタイヤとタイヤの間とかに、普通はつけないんだけども、これ。あ、なんかツイッターに上がっとった。そう。普通は、まあ、つけても、うん、なんだろうね、ハブとそのホイールの間座面のあのだけだって言ってたんだけども、これはなんかこのタイヤとタイヤの間にもひっついてるみたいで、あホイール感に、うん、普通はなんかつけないらしいんだ。へえ、うん、これもなんかアルコアのオプションかなんからしくて、あ、そうなん、うん、ツイッターで上げたら、うん、何十年もいすずにいますが初めて見ましたみたいな人もいたから、なんか僕のところには固着防止のためですっていう DM 来とったね。これさ、何枚ある？4枚か、うん、なんか俺奇数に見えて、タイヤ偶数ならなんでこれ奇数なんだろうと、なんか鉄板みたいなやつかと思ったら結構ふにゃふにゃ、なんかパイプとパイプつなぐ時のバスケットみたいな感じやな、うん、でこれもなんか劣化するから、うん、まあ普段別につけなくていいところのやつ外してもらって予備にしてる、うん、ああなるほど、うん、まあ、うん、安いもんではないんでしょう。そうとりあえずタイヤは以上か、タイヤ編、うん、タイヤ編はほら前に取ったやつがあるからそれに引っ付けるから、バスケットつけるの、うん、よいしょ、アルコア、うん、じゃあ次はホイール磨きを、ホイール磨きやりましょう。やりましょう、うん。